子供が求めるときはそのブランドネームを使う。それはダンレイザーモッドである。さまざまな色と機能がついてるビームをエンジョイ。便利だけど罪悪感を感じるほど効率ではない。狩猟、農業、発掘、運輸、どれもこれもレーザーで豊かにできる。必要な材料はバニルの世界にもある。どうせあのレッドストーンの泊まりはいらないだろう。では詳しい話はレーザーの専門家に聞きましょう。どうもこんにちは、ハグと申します。私が今持っているのはこのモードの主な材料ルービーです。作り方はグラスのブロックをレッドストーンで囲むことです。ルービーを手に入れたらレンズ台とドリルを作ることができます。ドリルがなくても石の数が足りれば先代のレーザーはまだ作れます。レンズ台ではグラスと染めると様々なパワーアップするアイテムを組み合わせます。例えばエンダーパールを使えばビームの機能は少しだけ変わる。今のバージョンからブレイズパウダーを使えばビームはある程度の透明化をする。染め子かレンズがないとレーザーは遮られる白のセンサービームを放出します。赤はヒートビーム、金色はライトビーム、緑はネイチャービーム、青はスロービーム、水色はトラクタービーム、紫はヒートとスローのハイブリッドビーム。フレームを作ればレンズはレーザーに貼り付ける。フレームレスのレンズはドリルを使ってレーザーの中に入れる。レーザーだけじゃなくレフレクターやプリズムやセンサーやディスプレイも作ることができる。あ、携帯センサーのことは忘れてた。時間がないとこだから。ご覧の皆様いかがですか？少しだけ実験したくなっていませんか？研究者やメッドサイエンティストにはぴったりのモッドではないでしょうか。ご満足いただけなければ代金もお返しいたします。危なかったニュータイムのウェルサイクルブラジル群馬県のオイルセリフでございます。